下がって見てもいいさ、信じて見る前に真実を見つけるんだ。何にもとらわれないで、この偽善に満ちた世の中で闇を照らしていくのは君の澄んだ瞳だけ。この世界に光を当ててくれないか。やりなよ、つまんで意地張って過ごしてるうちに一秒一秒俺たちの命はなくなってっとんのやで。誰かを恨んだり憎みたくなるその気持ちをプラスの力に変えてしまえ。君の人生だ、君だけの人生だ。別に誰にどう思われようと本当は関係ないだろう。いつか終わっちまう俺たちの命だから、ちょっとやそっとのこと別に大したことないだろう。来てくれ、見せてくれ生き様を、あなたがこの世に残してゆくメッセージ、力の限りに残してゆく。総会でとしております、番組の冒頭に歌わせていただきました、扉の開け方なんやんねおイエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お片付けからですね、はい、じゃあ岡さんこちらのマイクをお渡ししますんで、はい、はい、いやあくん大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、いやもうようやくやりたかったんですこれ。そうなんですよ、ずっと呼びたかった。オープニングを生ですよ、生。ありがとうございます。ありがとうしていただきたくて。ありがとうございます。初の生、初の生、初の生、はい、もう裏で聞いてなんかもうニヤニヤ止まらなくてとりあえず生だ、生だと思って、はい、座りませんか。じゃあとりあえず座りましょう、
はい、よし、はい、はい、ということで、はい、改めまして、はい、はい、扉の開け方始まりました、始まりました、イエイ、パチ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 、ありがとうございますありがとうございますということで、はい、野村勇気です。グランパンパースです。山口敦史です。そして岡井俊です。よろしくお願いします。ゲストです。ゲストさんです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、この番組のお話から、はい、そうですね、はい、この番組はですね、出演者のさまざまな扉を開けていくをコンセプトに、はい、トークやパフォーマンスなどを行う番組でございます。出演者はさまざまなジャンルで活躍している一癖もある方が揃っております。次はあなたの扉を開けるかも、かもということでですね、ゲストの岡秀俊さんです、村田慎太郎の方はですね、ちょっとリニューアルをね、しまして、前回で卒業ということで、はい、それに、そうなんですか、そうなんですよ、そうなんですか、卒業して、まあ、いろいろやっぱり忙しくだったりとか、したみたいで、はい、はい、それに伴って扉ロケ隊も一度解散ということで、はい、そうですね、あつし君が、はい、戻ってまいりました、はい、はい、扉ロケ隊の山口敦史、スタジオ復帰でございます、イエイイエイ、半年ぶりですね。あと、はい、私と山口敦史のこの格好については置いときますよ、とりあえず、まあまあ、まあ10月なんで、うん、まあ察してくれればなと。そうですね、察していただければ、ね、私何もしないんですけど、うん、なんか滑ってすでに滑ってる感あるけどねなんて言う人になってないんだろうなっていう疑問も持ちつつねいや、なんか特に家になかったんですマジかすいません、いや準備不足でした。よし、じゃあ岡さんの話をやっぱ聞かないとね。はい、うん、はい、そうですね、あのこちらが勝手に調べさせていただいたプロフィールが手元に、はい、まあ、あるんですけれども、ですね、まずでもそのオープニングでメッセージ、岡さんの曲でメッセージをずっとあの使わせていただいていまして、ありがとうございます。本日生ライブで、あの、はい、岡さんファンにも嬉しいんじゃないでしょうかという感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。生はいいですよね、生は。いいですね、かっこいいですね、はい、生は。生は。照れてます。いやいや、恥ずかしがってます。ちょっとつまんでみようかなと思って、生を。そういうのあり、うん、そういうのありです。すいません。そうですね。はい。はい、ということでプロフィールは言っていいですかね。はい、はい、1983年12月11日生まれの32歳ということで、はい、三重県出身ですね、はい、2003年に単身渡米でテキサスへ音楽留学と伺っております、はいはいはい、だいぶ前やね、もう2003年、今2016年だ、うわ13年前やめっちゃ前や、いや、まあ、まずそのアメリカに単身留学ってのは格好良すぎるなって思ってね、じゃあそれはね、あえてそのかっこいいフレーズを単身渡米みたいな、そういうのを、うん、あの、あえてそう選んだだけで別にただアメリカでちょっと留学してましたっていうだけの話です。いや、まあでもさっきなんか英語出してましたよね。そうそうそうね。ああ、その何て言ってましたっけ、始まりなんて言ったっけ、あの、うん、なんかさっきふざけとったよね、グラパンさんとね。え、あ、もしかしてあの始まる前の話するの。何喋っとったっけ、パンプキンがどうのこうののやつ。あ、ミスターパンプキンどうのこうのって言ったね、なんか You're such a great なんとかかんとかって言ってたよね。言ってました。ね、ました。で、ネイティブな発音されてもそんなに俺わかんねえよって話。ああ、そうやね。うん。はいはいはい。大して発展もしない話をしてましたけど。私のお店はアメリカ行こうと思ったの。ああ、それ聞きたいですね、まず。それはね、あの、僕、進学校の落ちこぼれやったんですよ、高校の時に。進学校の落ちこぼれ。そうそう。高校。高校。だから、はい、その、あの、中学校の子らとか、その周りは、はい、あいつは頭いいし、総理大臣でもなるんちゃうかぐらい、こう、ちやほやちやほやされて、高校入ったのに、高校入ったら400人ぐらいいる中で僕もドベから2番目ぐらいやったんですよ。あ、ドベってわかります？わかります、同じ関西人あの、まあでも関西以外の方は見てるんで一応ドベっていうのどうぞ、ドベってあのビリから最下位から2番目ぐらいで、でもみんなその東大京大とかいろんなとこ行ったりするような学校だったんですけど、ちょっとなんか半分ちょっと心がひねくれてしまって、あ、女も勉強くそーやりたいけどもう無理や、ほんなら俺はアメリカ行ってお前らよりもでかくなったるぜこの野郎と思って、いい、そういうの、そう、あの回り道をして、うん、まあ、現実逃避ですね、まあそうやね、噛み砕くのが上手やね、さすが美しいわ、綺麗だわ、ありがとう。もうそこでなんかじゃりあった。何だっけ、何の話やったっけ、アメリカに行ったんですよ。そう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 、だから行ったんですよね。あ、アメリカの大学にも入学したってことで。そうそう、テキサスですごい学費が安かったんで2年間だけその音楽の勉強みたいなのして、あ、で1年間ニューヨークにそれからその後住んどって、
で帰ってきたって感じです。あ、それ学費が安かったっていう理由なんですか？あ、そう。あ、マジですか？違う、あの、なんか、海外、なんか海外行くのっていろいろ高いじゃないですか、だって。まあ、そうですね。飛行機 の、はい、あのフライトチケットから何から、はいはい、で大変やからっつって、なんか、はい、おかんが、あんたにそんなもんなんかかける金あらへんねやねん、だからって言われたもんで、もうそれはもうお母さんがそういう感じなんですね。そう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 。だからこれはもうね。だから安いところ選んで、あのインターネットで応募していきました。まだある意味あの親のためを思ってね。ってことですよね。いや、はい、すいません、なんかすいません。最近おかんインターネット見とんのような、怖いよね、ほんとね。あ、じゃあこれも見られるかも。むしろ見てほしいじゃないですか。多分見てないと思うけどな。お母さん見てください。お母さん頑張ってますよ。頑張ってますよ。東京で頑張ってますよ。隣にいる奴ら変なズラをかぶってるけどね。いや、いやいやいや、でも単身アメリカ一人で行くって結構な勇気でしょ。まあね、初めはいろいろ怖かったですけど、うん、でも今考えてみたらもう最近って、ね、はい、女の子一人でも留学とかしちゃいますもんね、なんかね。そうです ね、怖い怖い。だから別になんかあんまりもう今考えてみたらどうってことないなと思うんですけど。その言葉とか気にならなかったですか、あの行って。あ、言葉はね、そう、1年間その前にちょっとあの専門学校に行かせてもらって、ほんでそこでそういうなんか留学準備教育みたいなのを受け取ったんで、まあある程度は分かってたんですけど、まあでもそれでもね、やっぱ現地にいきなり行ったら、そんなもうな、もうね、あの見ず知らずのところにね、一人日本人ポツンと行くわけやから、まあ初めは怖かったですけどね、でもまあ慣れますね。あ、そういうもんですかね。だいたいどのぐらいで慣れました？初めの1年間は、もう出るのが嫌で、はい、アパートから、そう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 、住んでる場所、そうそうそう、で家で日本の DVD とかこう、あの、はい、インターネットでダウンロードして、それとかあの日本の AV とかダウンロードして、はいはい、もう部屋の中で散々楽しんでました。はいはい。あ、そうか、そうかそうか、まあ見てる時間帯は人によって違いますね。私女の子なので。あ、ごめんごめん。あ、まあでも今日岡さんの、あのミュージシャンの岡さんは私もしてるんですが、そうじゃない部分も知りたかったんで、そうそう、今垣間見れたんでちょっと良かったです。はいはい、はい、ちょっと男性なんだな、はい、元気な男の子です。男の子、元気な男の子、はい、元気さは歌からもガンガン伝わってきますから。そう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 。でその卒業後に初のオリジナル曲3曲をレコーディングしたという情報もいただいております。はいはい、それもね、ニューヨークに行って、なんかこのなんか爪痕を残していきたいなと思って、でなんかあの有名なプロデューサーがたまたまいたんで、そのプロデューサーたまたまいたんで、そうそうそう、たまたまなんか転がってる、そう、ニューヨークってね、めっちゃね、あのすんごい大物とかでも普通に道歩いてるんですよ、こうやってバーって、それとか掲示板とかにもなんかその、はい、よくなんかあの、はい、クレイグスリストとかそういうなんかのインターネットの掲示板があるんですけど、そういうのとかにも普通にこういっぱいあのなんかこういう才能を求めるみたいなのがいっぱい出とって、で、はいはい、普通にメールしたら普通に帰ってきて、マジっすか、どこどこちょっとあのコーヒーでも飲んでからちょっと、じゃあスタジオに行くみたいな、なんか、すごい、アメリカやばいっすね。結構そんな感じなんです。いや、やっぱアメリカすげえ。ニューヨークは特にニューヨークってほしいですよね、なんか多分そう、日本、はい、東京もそうじゃないですか。そこら辺で酔いつぶれとるおっさんも結構実はなんか有名な会社の取締役やったりとか、なんかだといいけどな。ありません、そんな。そんなでもなかなかないんじゃないですか、ね、ないかな。アメリカほどなんかそういうフレンドリーとかにもいけないじゃないですか。でもまあね、やっぱりですかね、日本は。まあね、シャイやしね、みんなね、まあ、やっぱりアメリカ行ってみるとそう思います。日本人シャイだったりとか、文化の違いって結構ひしひし。いや、それはめちゃくちゃありますね。まあそう、ね、やけど日本人って向こう行ったらもう、ね、おいえーってなるから、みんななんかなんやお前ら隠しとったんかみたいな、なんかそういうもんか。結構そうやろ、日本人の女の子なんかもうクラブとかでも黒人の人に抱かれまくっとるからね、みんな。ああ、昼前ね。結構あれですね、あのそのまま、ね、暴走させとくとそうなるんですよ。それ初めて知ったよ。あ、岡さんそっち路線の話の方が好きなんですね。いや、僕何でも好きですね。あの、あ、うん、大丈夫か。大丈夫です。何でも食べます、喜んで。何の話。あ、ほんでプロフィール何やったっけ。ほんで、はい、すいません、下の話。プロフィール、まあ、はい、じゃあ一応あの便宜上プロフィールをね、はい、そのまま、プロフィールと、はい、あとあの岡さんからいただいたのを読ませていただきます。はい、はい、背中の上りとリーゼント、一度見たら忘れられない強烈なインパクトを武器に、年に180本を超えるペースで全国を駆けずり回り、それがすごい、岡が来ると元気になると今各地で噂になり始めているシンガーソングライター。はい、でも間違いないもんな。はい、人生を歌うをモットーに人生の応援歌を歌い続けている。関西弁風の MC と勢いのあるステージとストレートな歌詞が持ち味、アメリカ留学の経験もあるとのことで、
でですね、この次です、はいはい、きっかけですね、はい、電車の中で歌った記事がインターネットで大炎上ということで、それがきっかけとなり、うん、LINE 公式ブログがスタートし、うん、ニュースになりました。見ました実は、うん、で LINE スタンプも離着大ブームを巻き起こすということで、ね、はい、最近では TBS サンデージャポンにて PX 様の CM にも出演する等々、うん、今一番ノリに乗っている熱い男ということでいただいております。ありがとうございます。こんなプロフィール自分で書いてしまうからなかなかね、なかなかね、なかなかそうやね、自分で一生懸命回答考えとんねん、うん、どうしよう、はい、そう、ピーアークさんね、これがそのピーアークさんの、ね、はい、マスコット、ね、かわいい足立区とか CA 部さんとかともつながり結構ありますよね、うん、そうそう、あの TBS のサンデージャポンのところにピーアークさんが CM 毎週日曜日やってらっしゃるんですけど、1年間ぐらい、うんうんうん、そこにあの僕も出てますから、はい、わーって言って実は見ました。本当？本当。あ、 ありがとうございます。もうね、うん、そんなスクリーンの中に初めてこう放り込んでいただいた前からテンション上がって、あです。テンション上がったら続くと思ったら。パチッとしました。パチッとしました。そう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 。もうすぐ落ちさて、はい、電車の中で歌ったっていうのは、あ、うん、岡さんの口からいろいろお伺いしたいところなんですけれども、はい、ね、あの僕すごい自分のことにいろいろ面倒を見てくれてお世話になってる先輩がいて、はい、でその先輩と北海道ツアーに行く前にちょっと打ち合わせをしてたんです、はい、で打ち合わせ終わってそこから下北に、新宿から下北に行くときに、はい、電車の中がまあまあ、まあ、ほとんど終電ですよ、はい、終電間際の電車で、はい、まあ、ちょっと歌ってみみたいな歌ってみようかみたいな、なんかそういう感じになって、あ、いきなりで、まあ、じゃあ上りさせてちょっと歌おうかなと思って、で歌ったんですよ、はい、電車の中で座って、うん、あ、でもうわーとか言ってるわけじゃないですよ、さらっと、しかも一番電車の後ろの車両だったんで、はい、車掌さんが目の前でずっとこう僕のことを見てて、あ、どう思って言いながらこうやって座って上りさせてこう歌ってたら、はい、そしたらこう座ってる人たちがこうざわざわし始めてですね、待ちますね、でこう中にはこうシャメ取ったりこうなんかいろいろこうする方がいて、まあなんかほんでまあ二駅ぐらいでまあ結局アルソックの人に止められたんですけど、はい、なんですけど、そうそうそう、でごめんなさいすいません、僕は本名岡秀としてこれ言うんで、何かあったら警察でも何でも通報してくださいすいませんでしたって言ってこう頭を下げたら、なんかまさかの拍手大喝采で車内から、でそれをその先輩がブログに書いてくれて、でそれをちょっとシェアしたらもうすごい勢いでこうみんながこうミュージシャン仲間とかおーよくやったみたいな、かっこいいマジかよみたいな、でもそうじゃない意見もまあもちろんあって、常識外れだとかどうのこうのまあ言う方もいて、まあまあでその常識外れって言ってくれる方がいたおかげでこういろんなコメントが戦い合って炎上したっていう、 ありがとうございます、ざまみろ非常識だぞ俺はざまみろっていう感じなんですけども、急にボルテージ上がるからびっくりするよな今なんかやってます、やってますやってます、オリゴ糖をオリゴ糖をやってます、オリゴ糖大事、健康にいい、すみません、はいはい、そうで、それで、それがその後ちょっと LINE のなんかブログなんだあれ、なんちゅうのあれ、公式ブログ、そう、なんか800万人かなんか忘れた、ちょっと名前知ら、数字わかんないですけど、ある日こう、おい岡ちゃんなんか今日の昼の記事に出とるでってみんなからこう言っていただいて、あ、本当や、 LINE の本社の方がそんな風に上げていただいとるっていうことで、うん、芸能人でもないのに芸能人になっちゃいましたそういう感じ下手くそ、もうなんかわーどうしよう、以上以上LINE スタンプの方は、 LINE スタンプはね、その上りですよね、そう、ここにそうですよね、そうなんですよ、 LINE スタンプも、まあまあ、このバーコードじゃなくて QR コードがあるし、うん、ここにその LINE スタンプ何で検索すればとか書いてありましたっけ、ね、LINE スタンプ、僕の名前で調べてもらったら出ますかね、そか LINE で岡秀俊で調べれば、そうすね、ですよね、出るんですね、まあ、こっそり私も買いましたからありがとうございますありがとうございます、たまにやり取りでも使ったことあります、ありますね、本当っすよね、自分もこっそり見てるんで、本当っすか、ありがとうございます、見てるだけなんで、あ、本当っすか、じゃあ、はい、いや何そのやりとり、うん、ね、あ、でもなんかすごく使い勝手のいいスタンプというか、ね、ありがとうございます、はい、なんかいろんな表情をされるんで、まあ、この表情もされますしね、うん、なんかいろいろとね、はい、使い方がいろいろあって、いいスタンプです、すごいですよね、スタンプね、まあでも、うん、うん、
世の中にね結構ねあのいろんなスタンプがあるじゃないですか、クリエイターズスタンプだって、まあそうですね、そうそう、はい、そのクリエイターズスタンプなんですけど、まあ、この顔で作ってるあの、うん、クリエイターズスタンプでその事務所とかに入ってないのは、うん、多分初めてじゃないかなみたいな感じだったんですね。パイオニアじゃないですか、もうパイオニア、そう、デザイナーの正倉さん、いつもありがとうございます。お力をお借りしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうかそうか、でもそんな感じですかね、うんうん、でもやっぱりなんかそれ歌おうかって今さらっと言いましたけど、なんか衝動的に何か歌わなきゃとかそういう何かがあったんですか。神が降りた的な部分だったりとか。あ、電車の話ですか。電車の話ですけど。あ、それはね、はい、なんかあのいつも通り、はい、なんかまあ心を込めて歌ってみたらいいんじゃないかみたいな、なんていうんですか、そのあの歌って、はい、あの別にそのえ本当はこう、まあ、炎上風に僕あのキャラクターで売ってますけど、まあ、真面目な話をすると、はい、なんかその人の応援歌を歌ったりとか歌りたくて始めたわけやし、うん、その歌の中のメッセージっていうのって僕の中ではもう絶対みんなになんか聞いてもらったら、うん、きっとあの幸せになってもらえるんじゃないかなっていう、その僕なりのその思いを込めて作ってる歌なんで、はい、まあ、それを、まあ、電車の中であろうとどうであろうと、まあ、それを社会規範が勝手に決めてるだけの話なんで、しかも時代が変われば変わるわけじゃないですか。文化も変われば変わるし、そうですね、ね、ニューヨークやったら OK とか、うん、ここやったらあかんとか、まあ、そういうのにとらわれないでっていう意味で、あのこの人たちの心に、電車の中に乗っとる人の心に突然非常識な行動をして、はい、あのでもあの心と心はちゃんとあの届けられるんかみたいな、いう話をちょっと聞いとった時に、あ、そうかと、じゃあやってみようかなと思って、あ、まあ、歌ったらあのなんか通じ合ったみたいでした。すごいですね。それがすごいですね。なんか嬉しかったですね。でもね、うん、まあ、電車でやろうって思わないです、ね、うん、まずそこですよね。まあね、うん、だから LINE のニュースって、うん、あれみたいな、うん、あれこの人知ってるっていうか岡さんじゃないあ、そうや、なんかなんかね、送りましたもん、その時くれましたよね、はい、ゆきちゃんね、岡さんニュース、うん、ニュースなってるよって、あ、そうや、それで気づいたんや、そうや、俺、うん、知らんかったんですよそれ。あ、じゃああれですか、もしかしてゆきちゃんのそれで気づいたってこと。あ、そう、あ、多分そう、そう、うん、マジか。あの時僕秋田のツアーで車の中におって、なんか、はいはい、うわー、なんかと LINE ニュースなっとるって言ったの覚えてますよ。すごいすごい、うん、そうなんですよ。意外にもなんかここで繋がりがあったとは。あった、よかった、ね、ね、ありがとうございます、ほんまに、うん、いやなんか結構ぶっ飛んでますよね。もっとぶっ飛んできたんですよ。全然僕なんてまだぶっ飛んで。私生活もそんなぶっ飛んでます。私生活ぶっ飛んでるかな。私生活というと、まあ、なんかスーパーに行ってるイメージがないっていう話を、ああね、その先進め、はい、くれてましたよね。そう、なんかちょっと今日はミュージシャンじゃない岡秀俊っていうのも、せっかくだから見てる方とかにもね、そうですね、なるほど、アピールできればっていう部分、もし自分であればとかもありますし、うん、むしろちょっと掘り下げられたら、あー、ぜひぜひぜひいっぱい聞いてほしいです、何でも、まあ、さっきちょっとあの成人向けのあのね動画の話もしてましたが、はい、掘り下げからじゃない方面からもあのちょっと掘り下げられたらはい、はい、ありますよね。いや、もう楽しみですねいろんなこと聞いてくださいぜひ、はいはい、じゃあそのちょっとゆきちゃん質問みたいな感じで、今スーパーがどうとか言ってたんで、そうですね、はい、なんかスーパーマーケットに行ってるイメージがつかないというか、めちゃくちゃスーパーマーケットには行きますよね、その普通のスーパーマーケット、めっちゃ関西弁あ、そう、そうなんだまあ、例えば、そうっすねスーパーマーケット、そこはとりあえず後でスーパー なぜかそこにすげえ受けてるけどイントネーション、スーパーマーケット、スーパーマーケット、まあでもスーパーマーケット、うん、ね、声優とか行って、まあライブ終わって声優とか行って、はい、まあなんかねブロッコリー買ったりとか、なんかブロッコリー、はい、卵買ったりね、酒、安い酒買って、そこら辺でなんか、ね、うん、あのつまみ買って、で、もうスーパー出たとこでいきなり飲んでますねたまにそういう人いるけどするっていうか、別に、まあ、家で自炊っていうほどではないけど、まあ、ちょこっとは作るけど、でも大体なんか外に出てるときはもう安いもん、そこら辺でお惣菜買ったりとかとか、あ、うん、まあそうですね、うん、あ、でも確かにお惣菜岡さん買ってるイメージって結構つきづらいなとは思って。ほんまっすか。お酒飲んでるのは、まあ、まあミュージシャンだし、しかも魂から歌うような人ってやっぱお酒とかも、うん、ああね、イメージありますよね。あ、なんで岡さん結構ボトルで飲んだりしますからラッパ飲みいや、あのボトルを頼んで、うん、みんなで飲もうぜっていう飲み方をする。ちょっと迷惑な話何やったっけ、あ、サイゼリヤかありましたね、ありましたね、グラパンさんのイベントの帰りに。 あ、そうか、だから俺知らないんだあ、まあ、まあ自分のイベントにも出てもらったことが何度もありましてその時ありがとうございました。あ、まあ
話をじゃあ戻しましょう。はい、戻しましょう、はいはい、どこまで戻しましょうか。お酒を飲んでるイメージはあるっていう話ですよね。まあ、ね、でもお惣菜を買ったり、そのさっき卵ブロッコリーって言いましたけど、なんかやっぱそういう普通の買い物をしてる姿っていうのはめっちゃ普通、まあ、想像しづらいなっていう。本当ですか。なんかそう言っていただけるとちょっとね、なんかね、なんか俺ちょっと芸能人風に見えるみたいな、なんか芸能人じゃないですか。芸能人じゃないですか。おいえ、おいえ、おいえ。ちょっとなんか休みがないイメージがあって。休みがない。あ、結構ライブが多いからですかね。ライブばっかりやってるから。ライブ、まあ、なんか常にライブやりますっていうイメージ。ああ、うん、そうっすね。なんかありがたいことにこういろんなところでお誘いいただくから、うん、それでなんか多分情報をいっぱい出してたりとか、終わったらこうなんかね、みんなとおいえみたいな写真が上がっとるから、なんかそういう感じなんかな、うん、お休みの日って何してるんですか。休みの日は何しとるかな。ちょっと気になりますね、それ。最初の MH出てきて、もしもしかないやつはもう。まあ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 、そういう楽しみも、まあ、もちろん。それは男の子ならみんなやることなんで。男の子のやつ、ね、そうか。うん、ごめんね、ゆきちゃんね。大丈夫です。最近はね、ほんと最近なんですけど、はい、ジムに通い始めました。友達と一緒にジム行ったり。体を鍛えて。そう、からそう、体を鍛えようやんとなとか。大事ですね、それは。あとはね、なんか、散歩してますね。散歩する。散歩したら歌詞書いたり、うん、家の中でこう曲作ったり、はいはい、歌ったり、酒飲んだりしてます。酒は好きもんなんですね。酒は好きもんですね、うん、だいぶやらかしとるからね、酒で。本当にもう。そうですか。いや、もうおまわりさんともしょっちゅう喧嘩してるし。本当ですか。本当、財布もなくす、携帯もなくす。この前なんか売り上げの釣り銭全部盗まれましたから、ね、実はその SNS で見ましたけど。そう、そうそうそう、大丈夫かなんてか、大丈夫じゃないですよ ね、 ね、結構、うん、結構やらかしてますね。で、僕のツイッターとか本当やばいですよ。なんかもう酒飲んでいらんこと言ってまうから、もうついつい本音がこうポロッと出てしまって、なんか。でも俺ツイッターはそんなに、他の SNS で Facebook で見てるんで、ツイッターそんな見てないんですけど。でしょ、それ分かってて、僕はツイッターにしか言い上げてない。そうなのか。そうそう。そうなのか。岡さんと飲みに行ったら、はい、通帳お金こっちに入ってくるってことですか。まあ盗めますね。ちょっとじゃあ今度、今度飲みに行きます。番組リニューアルで反対をする宣言はしない。やめて。俺ポイントカードしか財布に入れてかんとこ。ポイントカードと吉野家の卵無料券だけは入れてたる。あとはよろしく。ゆきちゃん、この番組大丈夫かな、これ。ちょっと流れを変えましょうか。そうやね、変えましょうね。ごめんなさい。さて、はい、お願いしてたんですよ、もう一曲。あ、はい、そうか、教えてた。もらえませんかっていう話を、はい、そうですね、はい、してたんですけれども、どうでしょうか。ぜひお願いします。あ、はい、はい、やった。じゃ、おい、セッティングしましょう。そうしましたら、座ってやる。どうする、立つ。あ、どちらでも、まあ立ってでも座ってでも大丈夫ですし。どうすか。まあ、じゃあ、はい、もういいや、ま、登りはいいや、これだけでいきます。大丈夫ですか、はい、あ、今打ち合わせ中です。本番中に打ち合わせをするという自由なスタイルでやっております。やっぱ自由に生きないとね、しょうがないと思うんでね。うん、はい、はい、まあそんな感じで、はい、まあライブをやっぱりね、じゃあちょっと立ち位置お願いします。ライブのやってる感じ の、 そのライブハウスとは違うと思いますが、はい、ちょっとスタジオライブになりますが、そのスタジオならではの岡さんが見られると思いますし、ファンの方も嬉しいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ行きます。善良なる君を。お、あなたはあなたの意見を持ってるから、それを持ち続ければいいんだよ。曲げなくていい、周りが何を言おうとも、誰にどんな風に脅されようとも、凛として生きて、高校3年の冬に俺がヒッチハイクしとった時、神戸の兄ちゃんにもらった言葉、そん時もらった言葉が今もずっと忘れられず、感じたこと、それが、それが全て。
違ってないな。真面目に生きてきたお前、精一杯の応援歌を送ってやりてよ。ダメと言われればそれに従って、いいと言われることに忠実に生きてきたんだろう。だから例えばお前のことを勘違い野郎だと罵る奴がいたら罵り返してやればええんや。何様だ貴様、偉そうに、おい、お前が見透かしてやれ、そこに愛はあるのか、それともただの八つ当たりだったのか。善良なるお前を今こそ立ち上がれ、もうこれ以上も我慢しなくていい。善良なるお前に心から叫びたい、この命の限り君に届けたい。人をバカにしたり虚勢を張って生きることしかできへん悲しい悲しい奴らに、お前にもし何か一つでも、たった一つでもしてあげられることがあるとするならば、それは静かなる静かなるカウンターパンチを食らわしてやればええんや。もういつまでも俺たちだって黙ってへんでって、そうやって言うてやればええやないかい。善良なるお前を今こそ歌いたい。人のために人のためにって言ってて、いつも自分は我慢して遠慮して、そうやって生きてきたんやろうに。善良なるお前に心から叫びたい、この命の限り君に歌いたい。常識を盾にして、さもてめえが正しいんやと、そんな風にしか物を言えへん弱虫なやつらの言いなりになる必要がなぜにあるんや。おい言うてみ。わー、正しさという言葉にとらわれて生きてきたのでしょう。まっすぐ真面目に言われた通りに生きてきたのでしょう。俺も人のこと言えへんけどさ、言った俺たち誰に遠慮して何を我慢して生きとんねん。残された命くらいはてめえのために生きてみろ。それも勇気やと思うんや。人の教え人のお誘い、何が一般論かなんて、そんなものばっかりに心を縛られてしまって、我慢しとることさえもう忘れてしまっとるんとちゃうんか。例えばおい男たち、お前はもう最高の女たちを抱いて抱いて抱きまくって汗をかきまくって欲望を満たしたか。例えばおい女たち、お前は恋に焦がれて、大好きな人と最高の瞬間を毎日過ごしまくっとるかい。例えばおい父親よ母親よ、大切な家族のために恥ずかしげもなく惜しみない愛を毎日伝えきっとるかい。おい欲望夢野望希望、全ての理想がこの世にいるうちに叶えられればいいな。性欲、物欲、独占欲、自己顕示欲、名声欲、ああこれって言ったら変かな、嫌われんのかな、
らしにしてさらけ出して生きてみなよ。だってどうせ人間感じとることなんて大体みんな同じなんやから、恥ずかしがってうじ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 生きとった方がもったいないよ。みんな言っとったはず、人生は一度きり後悔のないように生きたいねって。この歌は今から14年前、岡が高校3年生やった時に海外へ行く前に、日本一周ヒッチハイクしたいなと思って5万円握りしめて全国ヒッチハイク一周の旅に出た時の話です。旅の終わりの方で神戸の2人組の兄ちゃんに拾われて、その兄ちゃんたち弁当買ってくれて、僕を降ろす前に持っとった手帳に無理やり一言メッセージを書いてくれました。その一言が今でもなんか思い出すとこう道につまずいたり落ち込んだりした時にこの一言思い出せばもう一回立ち上がれるんちゃうかなと思って大事にしてる言葉があります。神戸の兄ちゃんが俺に教えてくれた言葉。感じたことそれが全てルールも常識も何も関係ないよ。感じたことそれが全て。終わり。ありがとうございました。いや、あ、そうなんですね。なんか前ライブで聞いたことあったんですけど、その昔の岡さんの話だったんですね、この曲ってね。そうだね。はい。あ、ごめんなさい。すいません。みんな聞いちゃってます。聞いちゃってね。ぼーっとしてね。そうそうそう。ぼーっとして。すぐボートするすぐボートするのは直そう。はい。ああ、何の話だっけ。あ、何の話というか、まあでも、まあ今の曲がね、なんかすごいやっぱし魂に刺さるなって思って、ありがとうございます。聞いちゃってなんか、そうそうそう、やっぱり最後の言葉はやっぱりね、感じたことが全て、もうそうだと思いますよね。本当、いや俺もすごいことやなと思ってね。だって、真面目な人ほどね、こう誰々がどう言うからとか、そういうところにとらわれてしまって、結局なんかね、周りがこうだからこうだから、そうそうそうね。なんかその我慢してることも忘れてるんちゃうかみたいな歌詞あるじゃないですか。あれやっぱなんか本当にそうだなと思って。あね。多分なんか結構自由に自分が生きてると思ってる人でも何かしら我慢ってしてるもんで、それで忘れがちだし、それすらさらけ出せるっていうのはなかなかできないですからね。そうですよね。なんかそのいろいろこう思ってることは自分おのおの中にあるけれども、それを出してしまったら結局その周りに嫌がられちゃうんじゃないかみたいなことってあるじゃないですか。それをこう岡さんが全部代弁して言ってくれる、このスッキリ感というか。あ、本当ですか。ありがとう。なんて言えばいいですか。わかります。それ、わかります。言える人、言えない人、やっぱ言えない人の方が圧倒的に多いんですよね。なるほどね。特に日本だと、そうですよね。やっぱりこの自己主張が難しい。そうですよね。わかるわかる。そうだから。やっぱそれを言ってくれる岡さんが本当にこの国は特に必要だなって本当に思います。ありがとうございます。じゃあ僕もどんどん売り出してください。よろしくお願いします。はい、表面上では OK って言ってきます。表面上では言わない。表面上。裏の顔があります。この青いお姉さん。やだわ、本当。青いお姉さん扱いだったんだ。お姉さん扱いなんです。あ、違う違う。やだわ。やだわ。今からそのキャラ出すの？今更？まあね、まあ今更と言いましたが、まあなんやかんやで、そうなんです、もう時間だと早いもんね。本当ですね。告知に行きましょう。はい、そうですね。その膝の上にあるものは一体何でしょう。あ、これはね、ギタークロス。可愛いでしょ。可愛い。スマホ拭き、なんかいろんな、なんか自分の顔をねモチーフにしたグッズがたくさんあって。あ、あれですか、あのカメラの顔認証される。そうそうそう、顔認証するタオルとか。なんかよくここに巻いてますもんね。そうそうそう、これを巻いて
あのそうすると Facebook、Twitter で全部あのこっちが顔認証されるっていうね、あの不思議なタオルがあって、ね、これが結構力が出てるんですね、ブワーっと、そうなんですよ、うん、これね、だからあの縁起物ですから皆さん買ってくださいね。どこで買えますか？これはね、ネット の、 あの僕のホームページからネットストアにつながってて、そこで買ってもらえるんですけど、あ、はい、まあライブ会場でも買ってもらえるし、あ、実際ライブ見に行ってそこで買うこともできるし、はい、っていう、いろんなライブやってる、そんなライブがあるんですね。つなげ方うまいね。さすがやね。びっくりしたわ。あるでしょ、うちの、ね、持ってる、持ってる、ゆきちゃん、ゆきちゃんいないとうちの番組回んないからさすがやわ。ほんとそうですね。はい、さっき書いていただきましたが、そうなんですよ、はい、僕あの毎月、毎年、まあ、180本ぐらいいろいろライブやってるんですけど、そう、でもその中でも大体みんなあの誘っていただくものが多くて、自分からの自主企画ってなかなかなくて、はい、でこれ1年ぶりにまあ、あの自分で企画してワンマンやりますっていう話で、はい、12月の22日西荻窪のテラっていうライブハウスで、はいはい、本賞ということであのタイトルをつけたんですけども、はい、今、50席ぐらいで、まあ、多分満員になるんですけど、今22、3席なんで、もうちょっとまだ全然あの予約いっぱいいただけますんで、はい、あの、はい、楽しみに来てほしいなと、岡秀俊の本性を見に来てほしいなみたいなね、本性ね、あの今日以上に本性が出るということですね。そう、もっともっと出していくこと、もっともっと、ちなみに当日っていけないんですか？当日の、当日は、で、あの3500円なんですけど、でもあのおそらく立ち見になるかもしれないですけど、予約がその、あ、立ち見なら OK、 そう、あの予約していただくとちゃんとあの席が確保できますっていう、座れますよっていう感じなんですけど、もし万が一50席以上になったりしたら、パンパンでちょっと後ろになるかもしれないですけど、もちろんもちろんぜひ来ていただきたいなと思ってます。初めてバンドでワンマンやりますんで。そうかそうか、クリスマス前ですもんね。そうなんですよね、クリスマス前のパーティーしてみましょうか、ねえ、ねえ、そう、休みの前の日の夜やから、まあ、でここで買えるってことですね。あ、もちろんもちろん、はい、ここでも買っていただきます、うん、はいはい、そんな感じかな、うん、はいはい。岡さん、ツイッターとかもツイッターもやってますね。フェイスブックも、はい、岡秀俊で調べてもらうと、はい、いっぱい出てきます。先ほどちょっと言った問題 問題のツイッターですね。いやー、もうほんとツイッターを 見はんといてほしいな。これ口を読めばよかったんじゃないですか。そうやね。でもそういうとこも含めて、あのこの本性をむき出しにしていくところですよね。そうそうそう、うん、そこをむき出しにしやんとあかんよなっていう、うん、思うんですよね。うん、そうです ね、うん、さて、はい、私たちの、はい、はい、さっきツイッターの、はい、アカウントまとめました。扉の開け方のツイッターと、はい、ガンパッパス山口敦の丸焼きのツイッターが各々あるので、はい、ぜひぜひフォローして見ていただければと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。僕もフォローしてます。ありがとうございます。そしてですね、私の告知で申し訳ないんですけど、はい、どうぞどうぞ、行ってましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、暑いです。やっぱね、岡さんのね、やっぱりね、この魂からの熱気がね、こうビンビンとくるからね、うん、あ、暑いとかいらないね。熱気だけで十分だな。熱気だけで十分なんだ。そんでビンビン伝わってくるから。はい、それですね、私、うん、11月23日の勤労感謝の日ですね、はいはい、に、東京 FM ホールで開催される、はい、ジャパンウィメンズコレクション2016という、まあ、イベントですね、ファッションショー、はい、ファッションショーもあったり、あったり、ようやく本業がありますがあります。で、前売り3500円プラスワンドリンク、もしくは当日4500円プラスワンドリンクなんですけれども、私の方にご連絡いただければ、あのチケット取れますので、連絡いただけると嬉しいです。ぜひ見に来てください。はい、はい、あと、なんだっけ、この前、去年の12月に来てくれた酒井美津子ちゃんがやってる番組のアーカイブをご覧ください。ゲストで呼んで、はい、お呼びした酒井美津子さんがやってる、はい、フラップラジオ局の、あの、はい、ドリームチェイサー、ドリームチェイサー、チェイサーかっけえかな、かっけえ、かっこいい、のに、あのゲストで出演させていただきました。11月1日から、あの放送され、放送、はい、視聴できるので、視聴できる、はい、はい、配信されるってことですね。配信される、配信される、そうです、そうです、はい、のでよろしくお願いします。そちらもお願いします。はい、いいですね、大活躍じゃないですか、ね、ようやく、ね、本業はモデル本業ですもんね。そう、うん、そうですね、11月は本業します。うん、MC の子じゃないんですよね。本当、本当はね。はい、はい、まあ他大丈夫ですか。一応じゃあ私も、はい、まあ、あの、まあストリートパフォーマンスをやってまして、まあ11月19日土曜日ですけれども、うん、あの渋谷のスペイン坂にて、あのスタチューっていう石像のふりをするファントマイムの、公演というかショーを何人かでやりますんで、はい、そちらよろしかったら渋谷遊びに来るがてらぜひご覧ください。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そう、はい、スペイン坂で普通に見れるんですね。スペイン坂にいたら私がこの格好じゃない格好で言います。あ、じゃあ石投げに行きましょうみたいな。おい、この野郎。危ない。で、あの告知した内容はですね、ツイッターにまた、はい、載せます。はい、載せますので、あの、はい、詳細ください。はい、あ、了解しました。はい、お願いします。お子さんもね。あ、はい、はい、お子さんも、はい、もはい、大丈夫です。はい、あ、はい、あ、どうぞどうぞどうぞ。あの、うん、あの毎週土曜日、はい、ウルトラマンオーブちょいちょい、うん、出てますので、よろしくお願いします。え、毎週土曜日、でもちょいちょいなんで、うん、出てる週出てない週はあるんで、でもちょっとそういう番組の中で中の人物としているってことですよね。いるんで。すげー、すごい、うん、ちょいちょいチェックお願いします。あの、すげー、頭取ってちょっとした方がいい。あの、この格好、この髪じゃないはずなんで、その髪じゃないですよ。あ、そのしかもべっちゃんこなって、うん、確かに、あの、今撮るの勇気いったのでちょっとわかる。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、ぺっちゃんこ。ぺっちゃんこアピールはいらねえけど。ちょっと汗かいちゃった。あ、ちょっと、あ、PR 君の子がなんかちょっとなんか可愛くなったんだかどうなったんだかわかんない風になった。ねね、これ PR 的に大丈夫ですかこれ。怒られる方すいません。大丈夫ですかこれ。いや、すいません。あの、愛情がなすた技です。愛情ゆえの、愛情ゆえの、愛が深きゆえのね。あ、ごめんなさい。ええ感じ、ええ感じ、うん、さて、はい、いうことは多分告知は大丈夫ですか。告知は、はい、大体こんな感じで、あとも、はい、なんかもういろいろ SNS 系は、まあ、そうですね、はい、はい、あの、更新しますのでお願いします、はい、さて、はい、どうでした、まあ、岡さん。いや、めっちゃ楽しかったっす。もう、もう50分終わってしまったんですね。めっちゃ早くないですか。じゃあ、奥さんレギュラーになりますか。ありがとうございました。不思議な間ができたな。不思議な間。しかも、うん、いいタイミングで音入るって。いやー、すごいすごい。いろいろ髪がかってますね。いやー、でも矢野口敦史と岡秀俊のこの独特な間、俺結構好きでした。なんか、いやーね、ね、今回すごい男臭い感じ。まあそうですね。楽しい、ね、あの、こういう回もあっていいんかなっていう。いいと思います。うんうん、はい、なんかね。はい。まあ、男臭いって言いましたが、一応どうします、来月の告知というか、しときます。そうです、はい、エンディングのお話を、はい、どれだ、これだ、はい、はい、次回の第14回の放送はですね、はい、11月24日14時から14時50分の放送です、はい、今回の放送は後ほど YouTube にアップいたします、はい、今までの放送も YouTube にアップされているので、はい、合わせてご視聴お願いいたします、はい、ぜひぜひ。また、はい、番組の観覧や番組に対するメッセージも同時に募集しております、はい、シューブのメールアドレスこちらですね、か、扉の開け方の、はい、Facebook、はい、もしくは Twitter までご連絡いただけるとありがたいです、はい、さて、次回のゲストですが、はい、誰ですか。まあ、ちょっとあの、はい、この方です、はい、今流れてるエンディングテーマ流れてる、これを歌っている方が来てくれます。誰、デイリンクさん。うん、デイリンクさん、デイリンクさん、はい、ミュージシャンの方ですが、はい、はい、こちらくまくまくま日を歌っていただいております、はい、デイリンクさんですね、はい、オープニングの次にエンディングの、そうです、この流れが作りたかったんですよ、作りたかったです、そうそうそう、おいえーい。さっきゆうきちゃんが必死に説明してて、ね、うん、横向いてこっち向かってくしゃみをするから、そう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 、面白かった。知らないそれ、うん、そうそうそう、後で見ればわかるから、終わりました、赤い上乗りますからね、終わりました、うん、くしゃみですね、はい、くしゃみをぜひチェックを。岡さんのくしゃみも結構貴重じゃないかな、もしかしたらびっくり、ね、こっちがびっくり。うん、さて、いやね、まあ楽しかったですね、楽しかったですね、はい、楽しかったですね、はい、早かった、早かったですね、そうですね、うん、まあそんなにリニューアルして、まあね、あの、この今後こんな感じで楽しく放送をしていきたいと思いますのでね、はい、まあ、これからもですね、はい、ぜひチェックをしていただければ、あと番組もね、観覧実はできますんで、あ、そうなんですか、はい、言ってました、私言ってました、うん、そうかそうか、あ、そうや、生で聞いてましたよね、ちょっとくしゃみのところに聞いとられたのかな。はいはい、はい、来月も楽しみですね。そうですね、はい、岡さん見てくださいね。はい、もちろんです。お願いします。はい、まもなく終わる、もう終わります、はい、うわ、やばい、飲みに行かない、早く飲みに行かなあかん。マジか、いや、この後ありがとうございました。